I'm not afraid to die.
すいません、この先ずっとこんな感じですけど大丈夫ですか？今辛い人はずっと辛いんですけど大丈夫ですか？はい、まあ、ということで私可愛いだけのアイドルだと見て思われるんですけど、あ、知ってる。まあ、ということで今日はオープニング「In Winter Days」「レイニー・ペイン」と2曲続けて聴いてもらいました。もう自分のオリジナル曲をするのは何か何年ぶりというぐらいな、本当に久しぶりなんですけども、ということで今日はピアノの前に座ってますんでピアノの曲をお送りしたいと思うんですけども、
先月ですかね、テレビで私あのアナと雪の女王を初めて見まして、その時見た後、まあ、ツイッターでしたらマジで 今頃とか言われたんですけど、すごく面白かったんです。皆さん見ました？見ました？あ、見てないですか。あ、じゃあ仕方ないですね、すみません。あのすごく面白かったんですよ。もうそれになんかずっとディズニーとか見たことない、お金払って初めてあのアナ雪が面白かったんで、モアナと伝説の海、まあ、なんかその流れで見に行ったんですよ。まあそれなんで、ちょっとその曲モアナの曲一生懸命あのやって、なんかこんなんでいいですかね。面白い、ありがとうございました。可愛いの間違いですね。知ってる。今皆さんペットボトルみんな見たいと思ったら最後投げますんで奪い合ってください。まあということで、すいません、あのこの辺ライト始まったらお願いします。じゃあどこまでもと、あとついでにレッドイットゴーを続けて2曲お送りしたいと思います。波をずっと一人見つめてた、何も知らずに、そうよ期待に応えて、でも気づけばいつも海に来てるの。どの道を進んでもたどり着くとこは同じ、許されないの。CD もう一回お願いします。あれ Thank you.
くないわ。つもりだったんですけど、はい、見てもらうコンセントも何もつないでないあ、何も線もつないでないんで、はい、置いてくださいって頼みましてということで、本当はね、モアナは昨日の夜一生懸命ちょっといろいろ修正して作り直して持ってきてリハしたら何個欲しいと思ったら、なんかキーを変えるのを忘れてておじゃになって、なんかたまたま持ってきてた前の修正前のデータを持ってきてたお願いしたんですけど、まあ、昔から可愛い子ちゃんはちょっとドジっ子って決まってるんで、今笑うとこでしたっけ、はい、あ、知ってる、はい、もう一回かわいい、見たわかるあ、ということで最後の曲なんですけど、ありがとう、3万人ぐらい、アンコールあるから、はい、まあ、ちょっとエアピアの弾き語りのもう申し訳ないんで、あ、そうだ、あ、今笑うとこじゃないです大丈夫ですか、最後の、一応最後の曲ということで、私ちょっと19歳なんですけど、お酒飲んでないんで今日なんかテンションが上がらなくて、すいません。でよかったら CD 後ろってますんで、今日の1曲目2曲目入ってます。で今から歌う曲もセカンドアルバムに入ってますんで、可愛いだけのアイドルを見たい方はそのジャケットで変なことをしないでください、ね、ということで、あ、知ってる知ってます、はい、見たわかりますということで、一応最後の曲ということで、なんかやっぱり、ね、飲まないとダメですね、人間。今は自己判断でということでですね、はい、一度じゃあ最後ということでお願いしますので、最後盛り上がっていきたいと思います。白い街の中で、街の輪郭が白い
さえも忘れているさと、そんな言葉で別れたけれど、目の光が激しくなるの。二人通ったいつもの店も一人で行けない、まあ CD 売ってます。あと次のステージ、アイドルのステージなんですけども、来週土曜日15日で東立大学のイートハーブという、ライブカフェですかね、ライブバーで、その時はバンドで、今日は北見さんの一人だったんですけど、バンドで、歌謡、昭和歌謡のカバーを結構やりたいと思います。であとは6月10日に新大久保 Do というなんかそのライブスペース、なんかそういう多目的スペースでそちらでもやりますんで、よかったら、はい、よかったら、はい、
よくないですか？かわいい。あ、知ってる。ということで最後の曲なんですけど、最後の曲はもう本当に最初の頃バンドやりだした時に作った曲なんで、23歳ぐらいの時に作ったから多分4年後ですね。ただ今19歳、見てわかる、19歳、この間3月で19歳のやりましたんで大丈夫ですか？顔はやめてくださいね。あのアイドルなんで、ボディにしな、あの宮原純子、あ、分かるし、川合義のボディにしなっていう、知ってる。ということで、あのセクシーショットという曲なんですけども、あの YouTube で上げると今結構上がってまして、なぜかというとタイトルだけで皆さんエロ動画かなって感じがするんですが、あの私のセクシーショットはポロリとかでないんですけども、大丈夫ですかね。ということで、あの最後の曲、セクシーショットです。Stop!
し師匠二人男子オンライン次一緒に一緒に先進ありがとうございました。中岡信弘でした。